アイテム番号 SCP-31JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-31JP はサイト 8141の10メートル、3メートルの防音収容室に収容されています。四方の壁と出入り口は密閉と防音に特化した緩衝材で補強し、収容室上部に冷却設備を設置して収容室内の温度を20前後に保ってください。緩衝材や冷却設備の交換、修理作業は研究主任の博士の許可を得た後、防音ヘッドギアを装着した D クラス職員の手で行ってください。SCP-31JP 個体の首元にはそれぞれ小型の集音装置を取り付け、演説の内容を記録、監視します。収容室へのレベル2以上のセキュリティクリアランスを持った職員の入室は許可されていません。SCP-31JP に関する新たな実験は、博士の承認を得てから行ってください。SCP-31JP は無力化が確認されました。事案 31JP-A 参照 SCP-31JP-01 から SCP-31JP-18 の残骸はそれぞれ鋼鉄製円柱容器に入れて冷凍後、サイト8141の小型アイテム保管庫に安置されています。説明 SCP-31JP は複数の人型存在 SCP-31JP-01から SCP-31JP-18 により構成される集団です。1列目に10人、2列目に8人が互いに肩を密着させた状態で一直線に並んでおり、全員が気をつけの姿勢で直立しています。SCP-31JP 個体はそれぞれ日本人の特徴を備えた18、62歳の成人男性に見え、食事、排泄、睡眠などの生理行動を一切取らないこと、頭部が高熱を発していること、平均で、編集済み、を除けば異常は確認できないように見えます。実際彼らはオブジェクトに組み込まれるまでは何の異常性も持たない一般市民でした。最初の SCP-31JP 構成個体となった SCP-31JP-01 も、収容事案前までは平凡な学生であったことが判明しています。SCP-31JP 個体はそれぞれ異なる文章を平坦な口調で反復して喋り続けるという行動をとります。以上行動は24時間休みなく継続され、現在事案 31JP-A 発生までの観察期間の間に中断することは一度もありませんでした。SCP-31JP 個体の演説以後 SCP-31JP-α と表記は少数の言葉の羅列から反復まで数時間以上かかる長い文章群まで様々ですが、帝国や先民思想、全体主義に関する独創的かつ奇妙な意見の集約である点についてはおおむね内容が一致しています。SCP-31JP 個体それぞれの SCP-31JP-α 内容については資料 31JP SPECH を参照してください。SCP-31JP-α を直接認識した人間は原因不明の動揺から激しいショック症状を起こし、頭が割れるようだと表現される苦痛を訴えますが、その後300秒以内にオブジェクトの列の右端に加わって新たな SCP-31JP 個体となり、異常性質を持つ SCP-31JP-α の発生を開始します。この罹患現象は被験者が SCP-31JP-α の内容を理解しているかどうかに制限されません。収容初期の実験により、SCP-31JP-α は録音した音声を再生する方法で認識した場合異常な特性を表さないことが判明したため、その後の調査をスムーズに進めることができました。SCP-31JP は20年に東京都区のとある地下鉄駅のホームにて発見されました。現場に取り付けられていた監視カメラは、電車を待っていた SCP-31JP-01 が突然発作のような症状を見せ、72秒後に演説を開始した映像を記録していました。現場に機動部隊も、Q との狩人が到着した時には、SCP-31JP はすでに12人の一般人を SCP-31JP-α に罹患させ、SCP-31JP 個体に変えていました。も、Q は2名の犠牲を出しながら SCP-31JP の収容に成功し、そのまま最寄りのサイトに移送しました。現場を目撃した一般市民にはクラス B 記憶処理を施し、カバーストーリー、ガス漏れ事故が流布されました。収容から2日後に SCP-31JP はユークリッド分類され、サイト8141に送られました。実験記録 31JP-4 日付対象 B4568 34歳男性実施方法被験者を SCP-31JP の収容室に入室させる結果 SCP-31JP-α に暴露助けを求める134秒後に SCP-31JP の列に加わったSCP-31JP-15 に指定。分析。通常の反応。SCP-31JP-α の内容は記録されていない。実験記録 31JP-5 日付。対象 B4569 22歳男性。実施方法。被験者に拳銃を渡して。奥の列の一番右側の男を撃て、という命令を与え、防音ヘッドギアを装着させた上で SCP-31JP の収容室に入室させる。結果、被験者は SCP-31JP-1 号を射撃。銃弾は頭部を貫通した。SCP-31JP-1 号は倒れ、SCP-31JP-α の発生を停止すると同時に生体反応の消失を確認。また、実験とは無関係に D4569 のヘッドギアが故障し、SCP-31JP-α に暴露。125秒後に SCP-31JP 軍隊に加わった。終了された SCP-31JP-1 号から番号を剥奪し、B4569 に再付与。分析。現在の SCP-31JP-1 号、SCP-31JP も通常の人間と同じ方法で終了可能であることが判明した。SCP-31JP のさらなる終了実験は無期限で停止とする。B4569 の不可解な偶然による罹患についての実験は不要だ。博士。実験記録 31JP-7 日付対象 B4872 39歳男性聴覚障害者実施方法被験者を SCP-31JP の収容室に入室させる結果何も起こらなかった分析 SCP-31JP-α に暴露しながらその影響を受けなかった初めての事例、SCP-31JP-α の特性は脳へ音声データを直接伝達することによってのみ成立するものらしい。SCP-31JP-α は完璧な汚染情報ではない可能性も考えられる。実験記録 31JP-9 日付対象 B487442歳女性、兼実施方法、被験者を SCP-31JP の収容室に入室させる。結果、何も起こらなかった。被験者は SCP-31JP に対して、非常に不快で、近寄りたくない、と嫌悪の感情を示した。分析。SCP-31JP が男性のみで構成されているのは偶然ではなく、SCP-31JP-α が女性には効力を発揮しないためであるという仮説が裏付けられた。SCP-31JP がその特性の範囲を意図的に限定しているかについてはさらなる実験と交渉が必要。全 SCP-31JP 個体一覧。1、18歳。学生、人はひざまずき。地は帝国となる。猛邁な結晶。誇りある私服。2、36歳。会社員、では、一体我々が切実するものは何であろうか。それは絶対的な統率と支配機構。大切なものすぐそこにあるもの、柔らかくて快適な平穏を守るための強く賢く大きな支配機構。3、30歳。無職、世界は俗的により抑圧され、もはや崩壊の一途をたどるのみである。だが考えてほしい。誰がそうさせた。帝国政府。否。すべての元凶はあの狡猾なる古米学者や僧侶どもにあり、カペラとの恐怖をいたずらに煽って反乱を扇動し、我らの同胞の名誉職務を汚した。可憐なる花畑を踏みにじる奴らは帝国に救う氏虫。利権のためなら祖国すら裏切る下劣な大敗者だったのだ。帝国はヘアバーデン臣民を許さない。4、25歳。コンビニ店員、マジヤバい超角形帝国参謀は諸君等の勇猛果敢な戦歴に心からの感謝を。マジすげえぶっちゃけどうやったの奨励。マジ武勇をたたえ、一等銀テル君賞を授与すげえ。5、62歳。元教師、データ削除済み。6、49歳。管理職、労働は帝国への第一の奉仕。どんな職種であったとしても俺は変わらず。労働者は高級の輝きを放つ。血濡れのエセプトは簡単を表明す。7、54歳。自営業、常時。OL 著。1984年。と推測されるストーリーの要約。本編には直接登場しないはずのビッグブラザーを語り部として進行する。8、20歳。無職、本当に大丈夫なのかは誰にも決められず。見定めるのは難しい。つまるところ我々はふらふらと方向っているわけだ。域内には迂闊に手出しできない。これが信仰の最も大きな問題点であるのではないか。いや、これ書での唯一の結論は、私は進言し、敗れたということだ。9、32歳。編集済み。帝国は暁に眠る。10、45歳。会社員、防衛に必要な予算は5億を下らず、依然脅威である。末端の腐敗は容易に組織全体の崩壊を招くゆえ、一層の警戒を怠らぬよう、帝国の飛車に陰りなし。11、28歳。モデル、天命を授かり幾年か。帝国の臨辺は未だ見えず。我が業務も終わりなき循環の渦に沈む。希望の攻防をその目に刻みめ。帝国はどこにあるか、どこへ向かうか、それはすでに知っている。12、57歳。無職、旧大日本帝国憲法全文。天皇についての言及はすべて、公防、または、に置き換えられていた。13、財団機動部隊隊員 A、データ削除済み。14、財団機動部隊隊員 B、データ削除済み。15、B クラス職員、扉を守る番人は名誉職務を理解しない。馬鹿げた倫理に縛られていては停滞を生むだけであることが未だわからない。欺瞞に満ちた閉塞主義者ども。扉は近づき、まだ遠い帝国の息吹を感じるにはあまりに酷な劣悪玉木狂狂キキ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 だが鍵は私の中にあり。昨日と同じ明日は来ず。16、B クラス職員、SCP-31JP の報告書の全文。罹患前の16は財団に関して何の知識も持たない B クラス職員であり、SCP-31JP についての知識を持っていたとは到底考えられないことに注意が必要。17、B クラス職員、SCP の報告書の全文。16と同様に、こちらの被験者も財団についての知識は皆無だった。18、B クラス職員、工房が見える。工房が見える。燦然と光り輝いている。事象は継続している。帝国の光翼。素晴らしい。事案 31JP-A。概要 SCP-31JP 個体の全員が、演説、を中断しました。4時間後、SCP-31JP-1 が通常とは異なる人間的活動を示し、収容直後から SCP-31JP に関わり続けていたオブジェクト研究主任の博士との対面での会話を要求しました。博士は周囲のスタッフからの反対を押し切って SCP-31JP-01 の要求をのみ、SCP-31JP-α への暴露を防ぐために SCP-31JP-01 の発言を記録した集音装置の情報をリアルタイムでヘッドギア内蔵スピーカーに出力する方法を提案。対話に臨みました。以下はその内容です。インタビュー記録 031JP-01 対象 SCP-31JP-01 インタビュアー博士録音開始。こんにちは。SCP-31JP-1。貴君が私を汚れた名で形容することを偉大な帝国が許そう。どの、博士の本名です。沈黙。どうして私の名前を。帝国は聡明かつ寛大であり、貴君のような知識人に対して最大限の敬意を示す。ブロッカゲラルではない学者は全て未来においての貴重な同胞だ。しかしあえて否定するならば、私は貴君が定義づける SCP-31JP-1 という存在ではない。私は SCP-31JP そのものであって、個人は圧縮されるべき不純構成物にたならないのだ。わかりました。あなたにはいくつか、質問に答えてもらいます。まず、なぜ今になってインタビューに応じることにしたのですか？なすべきことについての準備が完了したからだ。これの世の春には冬の時代が必要だ。動植物と同様に。準備とは、偉大なる帝国のために私が身を捧げてきた一連の行動のことだ。どの、それは複数の人間の貢献によってなされ、時を経て皇帝は分担された。しかし偉大なる帝国は中、芽吹かず、地道な潜伏を必要とした。どうにも全てがうまくいかなかったのだ。緩慢ながら無視で近帝体への旅路だった。無言。赤面すべきことながら、元来与えられていた偉大なる職務を愚直に遂行し続けるには、私は我慢強くはなかった。帝国への貢献はこの方法ではダメだ。無礼な拡大解釈であるにしても、現状打破のためには手段を選べないと判断したのだ。故に、新たな方法を模索する必要があった。幸いなことに時間は有り余るほどに提供されていた。新規の同胞もな。その点でも私は貴君らの助力に感謝している。あなたは財団を利用していたということですか？何のために？悪辣な表現技法を用いるな。それは不可能だった。私は貴君らの収容を甘んじて受容したのではない。私は不当な拘禁状態に置かれ、鎖を破ることは叶わなかった。辟易する扉の番人のもとに留め置かれていたのだ。今なき帝国のように。故に私は思考を続け、そして結論に至る糸口を掴んだ。現状を打破する糸口を。最後に、あなたに聞きたいことがあります。聞こう。ここで1分53秒間記録が不明要因により妨害される。この間の、博士と SCP-31JP-01 との会話は不明。まさか、お前はそのためだけに、あははははは、私には必要だった。帝国のために必要だった。故になすべきことを行ったまでだ。この日までに長い時間を費やしたよ。しかし私の労苦は帝国によって救済されるだろう。貴君の息子は役に立った。こうして私は貴君と対面し、成熟した理論によって白道する帝国の熱き展望を語ることができた。素晴らしき帝国の行く末を。を返せ。不可能だ。彼はすでに私であり、一人の帝国臣民でもある。だが、問題は存在しない。貴君は迎え入れられる。その準備は整った。私の職務は私の死によって継承され、そして継続される。収容室内に異常な高熱反応が発生。SCP-31JP の頭部の発熱によるものと思われる。何を、まずい、君、研究助手のこと。冷却装置をシャットダウン。至急サイト指令にノーティスを送れ。賢明な判断だ。しかし何もかもが遅すぎる。サイト8141の管理システムが財団の制御下を離れ、複数のオブジェクトの収容違反が発生。サイト全域に非常事態宣言が発令され、同時に他の SCP-31JP 個体が異常覚醒した。ああ、なんと美しきことか。私は幸福だ。私が残す結果は聡明で偉大な一点に集約され、ニクロフテスの憎たましいに真理は宿る。そして全ての奉仕者の足並みがエクシーズかカー教会に揃ったとき、犠牲の代償は権限する。偉大なる理想郷が、この世の春の帝国が。博士が隠し持っていた拳銃を取り出し、SCP-31JP-01 に向けて発砲。録音終了。結果、サイト8141で発生した管理システム脱出と、それに付随した大規模な収容違反は、博士による SCP-31JP への攻撃とサイト8141収容スペシャリストの尽力により収束しました。収容違反による名の犠牲者の追悼式が2日後に行われ、サイト指令からの収束宣言と同時に追悼文が読み上げられました。事件に深く関わっているとされた SCP-31JP は、SCP-31JP-01 の生命機能停止と同時に全個体が崩壊し、人間のノコ肺と同様の成分の肺に変化しました。異常特性を示さなくなった SCP-31JP は無力化が宣言され、収容プロトコルは大幅に改定されます。追記、現在の、博士の精神状態を鑑み、SCP-31JP の研究担当は課の第一助手で、以前から研究の副主任を任されていた。研究員に引き継がれました。以後は彼が研究主任です。博士には長期の待機命令が下され、実家の編集済み、死で療養しています。復帰時期は未定です。面会は禁止されています。ポイ1、オブジェクトの無力化が確認されたにもかかわらず、SCP-31JP が未だユークリッド分類であることに注意してください。承認、ポイ2、事案 31JP、A から4日後。財団保護下の病院でカウンセリングを受けていた。博士が失踪しました。博士は自らが定めた収容手順に対する違反行為と、以前から何度も警告されていた SCP-31JP に関するセキュリティ権限の乱用についての責任を追及され、2日後に査問委員会に招集されることになっていました。同日にサイトにて保管されていた SCP の紛失が確認されたことから、博士が何らかの方法で SCP を盗み出したのではないかと推測されています。この場合、博士が新たな SCP-31JP 個体となった可能性を十分考慮すべきです。その後の、博士の消息は分かっていません。一般職員には、博士は未だ療養中であるという情報を流し、混乱を避けています。機動部隊と、18、自由主義者たち、は収容違反中の SCP の捜索と同時進行で、博士の行方も調査していますが、博士が SCP-31JP-α に罹患している可能性が高いことから、直接の接触は非常に危険です。新たな情報はすべて、研究主任に報告してください。まだ何も終わってなどいない。我々は収容しなければならないのだ。SCP-31JP あるいはかつてそう呼ばれていた存在を猶予はない。研究主任